ノーティードグ、ノーティードグ社は、カリフォルニア州のサンタモニカに拠点を置くアメリカのゲームの開発会社。ソニーインタラクティブエンタテインメントの子会社で、プレイステーションプラットフォーム向けゲームソフトの開発を行うスワールドワイドスタジオの一つである。主に、アクションゲームの開発を行い、クラッシュバンディクーシリーズやアンチアーテッドシリーズなどを手掛けてきた。また、 ゲーム関連のアワードにおいて、数多くの賞を獲得している一大タジオとして知られる。ノーティドッグと表記されることもある。ノーティードッグは20年間にわたり様々なジャンルのベストセラーソフトを世に送り出し、多数の賞を手にするなど高い評価を得ている。2009年時点までにノーティードッグのゲームは累計販売数4000万本を突破し、 総売上高は10億 US ドル以上に達する。ノーティードックは一大スタジオでありながら仕切りの少ない小規模なスタジオの雰囲気を保っており、上下関係などは存在せず常に社員同士で意見交換が行われている。ゲームプレイの改善を目的とした上のダメ出しも少なくはなく、この環境はクオリティの高いゲームを制作する秘訣であるという。 サンタモニカのハイウェイ15号線近くに本拠を置くノーティードッグはウォーターガーデンのオフィスビル内にあり複数のビーチや遊園地メインストリートのショッピングエリアなどが接する同じ市への開発スタジオであるス、サンタモニカスタジオも近い一年中温暖な気候でバスケットボールヨガセッショングループ旅行デッサンワークショップなどの様々な活動も割れている オフィス内には犬が数匹飼われており自由に動き回る。ノキとはいたずらな、わんぱくなという意味で、ノーティードッグが開発したゲームの一つ、ジャック・ダクスター旧世界の遺産では、無茶犬という表記もされている。ロード時間を一切表示せずに広大なフィールドを表現する手法を用いることが多く、ジャック・ダクスターシリーズやアンチ・アーテッドシリーズ、イカ・ UC などでは、 一部のシーンを除き、すべてのフィールドがシームレスにまとめられている。u c とトルーの開発には、モーションキャプチャーテクノロジーが利用されており、ハリウッドのソニースタジオで撮影が行われる。これによりキャラクターの動きを役者と合わせることができ、表情もカメラで読み取っているので、リアルで自然な表情が生み出されている。高度なグラフィック処理は、 ノーティードッグの独自のエンジン開発が実現しており、UC2 以降は物理エンジンにハビックも採用されている。また、ゲームだけではなく、アートの世界でも、痕跡を残そうとするノーティードッグの流儀に従い、ゲームのあらゆる細部まで関わり作り込まれていることが確認できる。中にはプレイヤーが気づかないような点も、多数あるが、それら一つ一つが組み合わさることにより、 より良い体験を作り出しているという。1985年、アンディ・ギャビンとジェイソン・ルービンによって独立したゲーム開発スタジオとして設立された。2001年にはソニーコンピュータエンタテインメントにより回収れた。設立当初はジャソンアンディマジックを略し、ジャムソフトウェアと呼ばれていた。ギャビンとルービンはセガメガドライブ用のと 3D 応用の Way of the Warrior を含む部を制作し、次第に成功を収めていった。特に後者は低予算ながらも、良作とされ、ユニバーサルインタラクティブスタジオはこれを評価し、当スタジオと3タイトルに及ぶ契約を結び、会社拡大のため資金を供給することとなる。ソニック・ザ・ヘッジホック2の開発に当たった、セガのマーク・サーニーは、新たに得た資産を最新世代ゲーム機の、 3D 機能の能力をフルに活用するようなコミカルキャラクターが主役の 3D アクションゲームの制作に集中するようノーティードッグを説得していた。このエピソードは最終的には1996年8月31日の初代プレイステーション用クラッシュバディクーのリリースにつながったという。ノーティードッグはこのクラッシュバンディクーの続編をあとの数年の間で散策制作する。 2001年1月にはソニーコンピュータエンタテインメントがノーティードッグを買収すると発表。クラッシュバンディクーレーシングを開発した後、同スタジオはプレイステーション2用のジャック・ダクスターの開発に取り組み始めた。2004年にはノーティードッグのスタジオの社長兼、共同創設者であったジェイソン・ルービンが会社を辞め、別のスタジオでという名前の新しいプロジェクトに取り組む。 2007年には、ノーティードッグ最初のプレイステーション3タイトルである、アンチャーケットエルドラドの秘宝リリース。2009年にその続編である、アンチャーケット黄金刀と消えた戦断。そして2011年11月に、アンチャーケット砂漠に眠るアトランティスがリリースされた。特に、黄金刀と消えた戦断は、コントローラーを手放さない教師が尽きないストーリーに、手に汗を握る迫力あふれるゲームプレイ。 細部まで関わり作り込まれたクオリティの高さなどが評価され、エアスゲームオブザイヤー2009をはじめとする多くのゲーム賞を獲得した。当時までのノーティードッグは同時に複数のタイトルを開発しないほか、世代別のゲーム機ごとに一つだけのフランチャイズしか制作しない来歴を持つことが知られていたが、この方針は過去のフランチャイズのファンから多数の批判を招いていたという。 しかし、2011年12月10日のプレイステーション、o n 3用新 IP であるザ・ラスト・オブ・アスの発表で、これまでの方針が終局を迎え、このプロジェクトは、同スタジオ内において、初となる、セカンドチームを備えた、同時進行開発となり、2013年6月にリリースされ、批評家による圧倒的な賞賛を受けた。また、2013年11月の米国での、 プレイステーション4のロンチイベントでは PS4 用としてアンチャーテッド海賊王と最後の秘宝が発表され、これでアンチャーテッドはノーティードッグ初となる2世間にまたがるフランチャイズとなる予定である。ノーティードッグはその社内ゲーム開発チームに加えてスワールドワイドスタジオの中心技術グループであるアイスチーム、イニシアティブフォー、エコモンエンジンチーム、 共通エンジン構想チームの本拠地でもある。アイスチームはコアなグラフィックスの技術開発に焦点を当て、コレオスの開発スタジオに提供する。これには、新層のゲームエンジンコンポーネントや、グラフィックス処理パイプライン、グラフィックプロファイリング、デバッグツールなどが含まれる。アイスチームはまた、サードパーティーのデベロッパーにも、エンジンコンポーネント、グラフィック分析、プロファイリング、および、 RSX 用デバッグツールのスイートを提供している。どちらもデベロッパーがプレイステーションハードウェアのパフォーマンスをより存分に活かせるためのサポートツールである。ラチェットクランクシリーズやレジスタンス人類没落の日などのゲームを開発したインソムニアックゲームズとは両者のオフィスが近いこともあり、古くから親しい間柄にある。実際に2002年にノーティードグは ラチェットクランクの第一作の開発に手を貸しており、時折両者のゲームシリーズ内でのコラボレーションが行われている。スファーストパーティーの壁も越え、アクティビジョンのインフィニティ、ウォードや文儀へとも技術交換などを視野に入れた対話を行っていることが明らかになっている。2017年のクラッシュバンディクーブとビサンダン・モ森ではフィードバックなどで協力。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。